そうめんのアレンジレシピ。夏に大量に食べたそうめんたち、今日は焼いたり丸めたり。まずはひき肉、塩コショウしてオイスターソースにニンニクこねます。からのそうめんをバッキバキにしていく。丸い顔でやるのがポイントです。あとは丸めたひき肉をまぶす。初めましてのビジュアル見て、なんか可愛い。キャベツを引いたお皿で電子レンジ、水もちょっと入れとく。おお、美味しそう。はい、いただきます。ちょっと肉が硬くなっちゃったけど良きつまみ。下に引いたキャベツうまっ。お肉も美味しいです。次はそうめんを茹でる。茹で上がりました。そうめんってマジ速攻だよね。ここにツナ缶に本だしよく混ぜる。そんでもってごま油で焼いていく。平たく平たくお願いします。ちょっとこれ2回に分ければよかったな。どうしようもないので成功を祈る。よいしょよいしょ。おー、なんとかいけそう。形を整えてごま油、裏面も焼いたら完成。しじみみたいに切ります。じゃーん。なんか笑ってます。お味はいかに。うーん、うまいうまい。